That's why I'm here. そうですね、まあ、1号車に乗るということで特別な感覚というよりも、まあ、とにかく昨年はもう最高なワンシーズンとなったということはもうすごく印象に今でも忘れられないんですけれども、今年はまあ正直言って苦戦してましてですね、まあ、あんまり日常が楽しくないなとは思っているんですけどもね、はい、だけれども本当にその中でも一番ね嬉しいのはやっぱファンの皆さんにお会いできることであるので、すごく心強く力をいただけるのでその感謝してますと、はい、うん、ね、ずっとね本当に我々ステージもできなくって、はい、やっと最終戦で、うん、皆さんの前にね、はい、されるということで、皆さんの顔を見ながらこうやってトークができると我々も本当になんかね、すごく特別 なんか時間に感じますけど、なんならニックを話そうかなと思ったんですけど、まあ、前回のそういうの、鈴鹿、ちょっと、スピンスピットは残念だったんですけど、あの予選の走りは、最高にこう興奮したというか、鳥肌が立つぐらいすごい走りでして、ありがとうございます。Yeah, it was really amazing, but definitely.Really proud of my lap, and I think at the moment with the cold weather, Honda have a really big advantage. Yeah. So to be able to beat Honda in qualifying was a really special moment. Mm-hmm. Yeah, 本当にね。自分自身でもまあ素晴らしいラップだな、もう最高なラップだなというふうに考えましたね、感じましたよね、なんか誇りに思ってます、そのラップはすごかったなと、はいはい、でもね、まあ、この間のレースもそうだし、今回のレースもそうですけど、寒い気候の中では、やっぱ本田さんがすごい有利だと思うので、まあ、その中であのラップが獲得できたっていうのが、やっぱりなおさらすごく誇りに、この最後に思います。うん、なるほど、まあ、そういう意味では何かこう走りのね、はい、そのピ、なんていうの、ピークというか、バランスがいい、すごくクオリティが上がってきているような今状況で最終戦のこの富士に来ていると思いますけど、さっき走ってみてどうだったかな。Yeah, it's been getting better. I would say last year was really bad in qualifying, and this year it started off not good. But slowly the team are improving that a little bit. So now in qualifying it's better, but we still make too many mistakes on the tires and the setup. So at Suzuka was, I think, the first time this year I felt like.The team made mistakes, so that was, I'm grateful for that. まあそうですね、少しずつね、予選が良くなってきたのは、まあ、事実です。まあ、昨年も予選はやっぱり大変苦戦していまして、ダメだったの。それで今年も、まあ、少しは良かったかなって、でもやっぱりね、前半は苦戦していましたが、少しずつと、まあ、全部がマッチングしだしてですね、予選が今は、まあ、かなり良くなったと思うんですね、うん、まあ、その後は、まあ、まあ、チーム自体がね、ちょっとミスだったりする、その中で、まあ、成績がダメになったりということもありましたけれども、うん、この間の鈴鹿もそうだったりしたんですが、でもまあ予選では自分が求めるものが得られるようになりましたので、その辺りは満足してますと、うん、さあそんな、まあ、調子もね、はい、ね、ニック・キャシディ選手がチャンピオン争いの権利をチャンスを持って、この富士に来たんですけど、どうですか、自分の中でそのチャンピオンのイメージというか視界はクリアに見えてますか。No, not really. I think my championship hopes went up in smoke in the last race. So yeah.We had the engine failure, lost a lot of points, so I think, yeah, that was a bit unlucky.
at this weekend. Now it is easy to use an engine that's 2 years old. So I don't get a fresh engine, I get a very old engine. So maybe this weekend there's no chance. I think I will do my best to support Hirakawa and yeah, I hope he can good ship. いやいや、まあ、この間の鈴鹿の、ね、結果で本当に、まあ、残念、まあ、そこで僕が、まあ、ほぼチャンスを失ったんじゃないかと思うんですよね、まあ、エンジンがフェイリア、まあ、止まってしまってですね、まあ、故障してしまい、はい、それでポイントをもう全部獲得するべきものが得られなかったので、まあ、そこでね本当にがっかりしましたというか、まあ、残念だけどなかなかねそれを取り戻すのは難しいとは思います。で今回なので今回はエンジンはニューエンジン、ところがニューではなく2年前のエンジンなので、まあ、ちょっと残念ながらニューエンジンも入れることはできなかったので2年前のエンジンで走ることになるので、まあ、どうですかねって思っております。まあ、それよりも平川選手をちょっと応援したいと思っておりまして、まあ、できることをサポートはしていきたいというふうに考えております。なるほど。まあね、今ステージでいる方とかは、はい、まあね、今真相をこう話してくれるニックのね言葉でなんとなく状況は分かったと思いますけど、まあでも どうかな、これ今ここで聞いちゃっていいのかな、ニックにとってはこれが、まあずっと最後とは言わないけど、スーパーフォーミュラーとりあえずラストレースになる。Yeah, strange feeling. Little bit sad. Obviously, I think my mood is a bit different this weekend. Normally, I'm quite excited, quite loud, but this weekend I'm quiet and sad, because it's the last time racing this category. It's been amazing last 6 years of my career, and I'd like to thank everyone for their support across that time. I've had many happy moments. Of course, there are always some regrets, things I wish I did differently, but overall, I am proud of my achievements. And yeah, on to the next step. Okay. いや、非常に変な気持ちです。本当ね、なんかまあ悲しいですよね。普通ならばね、今頃すごくエキサイティングな気持ちで最終戦だってね、まだまあいろいろそういう気持ちが思うんですけれども、今年に関してはやっぱりね、今日今週末もやっぱ気持ちがね乗らないというか、まあ、悲しい気持ちがやっぱり出てきちゃう。なんかどっちかというとおとなしく悲しくいます、実は。で、でもね、振り返って、やっぱり振り返るとね、6年間本当に素晴らしい経験をさせていただいて、本当にたくさんの皆さんのね応援のおかげで、僕は毎年毎年大変楽しくスーパーフォーミュラーを走ることができていたので、まあ、この場を借りてね、みんなに感謝をしたいと思っております。ね、全てが良かったというわけでもなく、時には僕の失敗だったりもありましたし、悔しい思いもしましたけれども、でも僕自身もよく頑張ったなと思っておりますし、みんなのおかげだとも思っておりますので、本当にありがとうございました。もう一度ちょっと大きな拍手を。でも、まあ、あなたのレースは本当にいつも僕らの魂をこう揺さぶるというか、まあ、オーバーテイクの時もそうだし、予選のアタックラップもそうだし、とにかくすごくソウルフルな、そういう走りだなっていうのを僕も実況してて思ったんだけど、これはどこのカテゴリー行ってもこれからも続けてほしいなと思うし。ありがとうございます。 Yes, I will, no matter my attitude, if I'm happy or I'm sad, I always fight, and I will keep fighting until the checkered flag, always. Thank you very much. その言葉ありがとうございます。本当に嬉しいです。そう、僕は例えば気持ちがハッピーでも悲しい気持ちの中でも、僕は絶対諦めないというのは自分の性格なので、チェックフラグが振られるまではもう絶対頑張るから、まあ、それはやり続けていきたいというふうに考えております。ありがとう、ね、頑張ってほしい。
エンジンの件だとかいろいろちょっと、まあ、環境の部分で大変な状況っていうのは分かりましたけど、明日そのニックらしいですね、うん、ぜひ予選決勝を、最後我々ね、応援をしながら見てますから、最後までその諦めずに、ね、いいレースしてください。 Thank you so much and、thank you to you guys as well. This has been super fun racing in this championship. I really appreciateThe efforts that everyone involved puts into it to make it a great show, and、yeah, I think it's amazing. So really, thank you very much. はい、本当にこの場からですね、ありがとう。本当このスーパーフォーミュラーは僕にとってスーパーファン、大変楽しかったです。本当にね、あのスタッフのみんなも毎度毎度このように素晴らしいあのイベントを作ってくれる。ということを本当に感じましたし、みんなのおかげで僕もいい思いをたくさんさせていただいたので、まあ、この場を借りてね、みんなにも感謝したいと思いますので、あとすごい皆さんの努力をすごくいつも感じていましたし、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に一言だけ、なんかね、YouTube もそうですし、来てくれてるファンに温かいメッセージを。I think we've covered a lot, but yeah, again, I will continue the fight. I understand everyone has a passion or supporting a driver, but I always say, for me, this is great to see support for racing and motorsports, and it's amazing to see everyone here at the circuit or online, SNS. The passion in Japan is incredible, so,Please keep supporting everyone and、I hope to see everyone again in the future. ありがとうございます。もう本当にほとんどね、もう先ほどもお話ししたんですけれども、でもね、最後にやはりあのファンの皆さん、日本のファンの皆さんがこのモータースポーツにかけるそのパッションというのは本当他にないというふうに思っておりますし、あのこれからも、まあ、僕は、まあ、しばらくはまあここにいないんですけれども、他にももちろんたくさんのドライバーの皆さんが応援してくださっているし、もう本当その気持ちで引き続きみんなを応援していただきたいと思う。もう日本にしかない、皆さんは本当に唯一というか本当に特別なファンだと思っておりますので、あの本当ありがとう。そして引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。楽しみにお待ちいただきましょう、ね。さあ、明日はいっぱい肉女子に選手を応援しましょう。そうですね、いっぱい応援しましょう。はい、バントミキの動作、肉女子に選手してありがとうございました。すいません、ちょっと変なやつだ。あ、みんな写真撮るよ。はい、じゃあみんなあまり固まらないようにね。OK。 はい、じゃあ肉に笑顔で、肉のラストです。みんなの気持ちがいいですね、はい、そしてピエさんのお帰りも楽しかった。